フランツフォンデンバッハはドイツの画家である。貴族、芸術家、企業家などの肖像画家として知られる。豊かな家の出身で気候子画家と呼ばれた。バイエルン州ノイブルクシュローベンハウゼン軍のシュローベンハウゼンに生まれた。父親はスイス、南チロル出身で生をレンパックから改めた。建設会社を作り成功し、主張も務めた人物である。 ランツベルク・アムレヒの学校で学んだ後、ランツフートの商業学校で学び、1851年から1852年まで、ミュンヘンで彫刻家の出勤者に学んだ。父親が没し、実家の事業を手伝うために故郷に戻った。しばらく故郷に留まった後、アウブスブルク応用科学大学に入学し、床に絵を描くようになり、画家になる決心をし、ミュンヘン美術学校で学び、 歴史画家のアンシュッツの指導を受けた。ミュンヘン美術学校でピロティの指導を受ける頃には熟練した画家になっており、1858年にミュンヘンのガラス王宮の展覧会に出品し、旅行奨学金を獲得し、ピロティとローマを訪れ、パリとブリュセルも訪れた。最初の肖像画の注文も得られた。ミュンヘンに戻るとワイマールに新設されたザクセン公国の美術学校の 教授の位置が提供され、古外への写生旅行で学生を指導した。2年ほどで教授を辞め、1863年に新しいパトロンの支援でイタリアに旅した。1866年にミュンヘンに戻り、翌年のパリ万国博覧会で金賞を獲得し、弟子のリブハルトとスペインを訪れ、1年間滞在し、スペインの巨匠の作品の模写を行った。 1869年のガラス王宮の展覧会で金賞を受賞し人気が高まり、1870年以降は1873年教皇の影響の小さかったウィーンをしばしば訪れ、肖像画を描いた。1865年から1876年の間はエジプトを訪れ影響を受けた。1882年にバイエルン王国から厚労省を受訓し、 貴族の称号を与えられた。翌年ローマに滞在し、1885年に教皇、レオ十三世への肖像画の制作を依頼された。教皇が多忙であったため写真をもとに肖像画が描かれた。1887年にローマを離れ、ミュンヘンに戻った。この年、マグダレナ・モルトケと結婚した。1890年代までに肖像画家が写真をもとに、 肖像画を描くのは普通になっていたが、多くの注文をこなすために、助手一人が未完成の絵を学生に仕上げさせて、レンバッハの作品として依頼主に渡したことで、スキャンダルになった。1896年に妻の不倫により離婚し、後に作曲家の娘と再婚した。保守的なミュンヘン芸術家組合から多くの画家が脱退して、 ミュンヘン分離派ができた時には参加しなかった。1902年にフランス政府からレジオンドヌール勲章を受訓した。同じ年、心臓病を発症し、2年後ミュンヘンで没した。ありがとうございます。